第30回ユーロビジョンソングコンテストは1985年5月4日、スウェーデンのヨーテボリスカンジナビアムで開催された。にて開催された。制作は SVT スウェーデンテレビ、放送時間2時間45分。プレゼンターの女優リルディンドフォースは番組進行をほとんど英語で行い、投票の確認以外ではフランス語は使用しなかった。 彼女はオープニングで30周年記念歌として、マイ・ジョイズ・ビルディング・ブリックス・オブ・ミュージックを歌った。しかし、彼女について、全欧州の視聴者が一番印象に残ったことは、投票前に、彼女のスカートの裾が、セットを引っかかり脱げてしまうハプニングがあったことだった。公開リハーサルのチケットが初めて売り出された。イスラエルとギリシャが復帰、オランダとユーゴスラビアが不参加。 一増二減で19カ国。オランダは戦没者追悼記念日、ユーゴスラビアは、地頭減衰の命日のため。以下三カ国の出場回数を呼び、中継テレビ局一覧内数字は、参加回数不出場ながら中継放送を実施した、局、オランダオリンポス TBRV アイスランド国営、放送、TVP ポーランドテレビ変更なし。 各国の審査員が気に入った他国の10曲に投票。お気に入り順に12、10,8から1点として採点。演目終了後、国際電話で繋がれた各曲のスポークス漫画、出場順に口頭で発表。プレゼンターが副賞確認し、スコアボードに加算された。投票はドイツ、スウェーデン、ノルウェー等の接戦となり、優勝はなかなか確定しなかった。 が、最終的には、ノルウェー代表、ボビーソックスが優勝した。ノルウェーの優勝は初めて。フィンランド人である、リルリンドフォースは、何度もビリバッタノルウェーが優勝したことを、私は、嬉しく思うと語り、会場も大いに湧いた。言語帳イコールデンマーク語、カオルイコールフィンランド語、ヒーイコールヘブライ語、ランイコールオランダ語、ウベイコールノルウェー語。 点イコールスウェーデン語、イーコールイタリア語、A イコール英語、キイコールギリシャ語、西イコールスペイン語、毒イコールドイツ語、土イコールトルコ語、普通イコールフランス語、ホイコールポルトガル語以下の表は最高得点である12点がそれぞれどの国からどの国に与えられたかを示す各曲の歌詞については以下を参照のことでガルー、スラッシュ英語版、フランス語版、 ドイツ五番、スウェーデン語、ありがとうございます。